今もう流してますあ、そうか、そこで見える。そうそうそう、問題ないですかつって、おお、来てる来てる、いいね。はい、皆さんこんばんは。どうも、第23回の気ままに暮らしくギターライブを始めていこうと思います。23回もやってるんだよ、すごいね。今日のゲストには、ギタリストの柑木玄介さんにお越しいただきました。ありがとうございます。こんな感じでやってんだよ、いいでしょ。さっきまでと変わらないね。変わらないでしょ。テンション全く変わらないでしょ。そうなの。だ別にさ、お客さんがこう入るわけでもなし。そうだな、確かに。うん。コメントとかしかね。あ、そうそう。あ、ありがとうございます。こんばんはということで、新人448さんいつもありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。TT さんこんばんは。ハッピーバンバさんこんばんは。よく聞こえてますということで、ありがとうございます。もう早くもね、40人も見てくれて。すごい。ここでこうやって見られて。で、チャットこうやって見れるの。あ、BGM してくれ。まあまあ、そんな感じ。いや、もう、玄介くんとはね、面白い。そんな感じでですね、いや、すごくね、60人見てくれてる。怖いよ。怖いよ、怖い怖いって。寝た方がいいんじゃないですか。寝た方がいいかもしれない。いや、玄介がもうギターを弾き始めた途端に増えるからね。よろしくお願いします。ということで、配信ってごめん、見たことある？ある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 。本当ありがとうございます。この前のあのあれも見せたよ、ロケポンのやつも。ああ、ありがとうございます。そうそう、そんな感じで、まあいつもね月1でやってて、だから23回だからちょうど3年目なんですよ。そっか、うん、3年目。コロナ禍から始めて。そうだから、2年前2021年の、あ、伊藤さん、うん、伊藤さんだ。お、はい、ありがとうございます。あ、TK さんこんばんは。トシエコダマさんこんばんは。ありがとうございます。いつもありがとうございます。あ、カンスケさんいつもの小声でこんばんはということで、伊藤さんありがとうございます。伊藤さんやばい、嬉しい。お元気ですか？うん、お元気。去年お会いしましたよね。こんばんはということで、秀尾山本さんありがとうございます。こんばんは、楽しみにしますということで、このハートもいっぱいいただいて、こんなね、ありがとうございます。そうなのよ、すごいね、こんな感じなんですよ。ということでですね、じゃあ始めていきたいと思います。なんか、玄介くんね、いつもね、玄介くん、そのゲストにお招きした人と僕とのその最初の出会いを、ファーストコンタクト、それを話をしてるんだけど、覚えてる？名古屋でしょ。そう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 、名古屋のコンクールで僕中2ぐらいだった。そうそうなんだ、天才少年の時だ。自分がね。そう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 。2009年だよな。あ、そっか、うん、そうそうそう。俺も当時まだね、大学3年生だったんだよ。そう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 。ほんで一緒に本戦残って、うん、で表彰式だよね。で座ってた時だったんじゃないかな。に喋った、初めて。うん、だったと思う。僕その時なんかね、奨励賞とか5位とか。そうそうそう、ね、そうだったけど、広瀬が2位とかだったね。そうそうですね、あの斉藤大志さんが優勝した時ですよね。で、その時に表彰式で、まだだって中学生だったから、あの、いや、横に座ってたから、おめでとうございますって言って、何歳ですかって聞いた。14歳言ってたのか。ファーストコンタクトではあの時は本戦終わって疲れてこんな感じで座ってた。違う。懐かしいな。懐かしいよね。そうだよな。で、今いくつになった？27。あ、やばいね、伊藤は一周したな。一周しましたね。そうか。そうだね。そうですよね、あの時ね、あの女装ドローンの日とか弾いてたんだよな。そう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 、そうだよね。当時まだ坊主頭でさ、うん、あの野球部やった。俺野球やってた。中学校3年間野球やってたけど、そうね、そんな感じの出会いだってね。っていうことを思い出しながら、あの今日本当に、あの玄介ここ6時に来てもらって、
で、ね、合わせとかして準備とかしながら、で今日何喋んのって言われて、いやノープランって言って、え、マジでノープランみたいな感じで、でこの出会いの話も全くしないようにしてたんですよ。だからその方が新鮮じゃない、うん、新鮮だね。そうそうそう、確かに。だからそれをね、下リブでね、そう、前もってやってるとなんかやってるっぽくなっちゃうから、うん、あえて聞かずに。そうなんですよ。ということで、あ、皆さんありがとうございます。お集まりいただいてもすごいよ。うわ、すごいね。100人だ。引いとこう。これは引いとこう。ということで、まず1曲演奏したいと思います。天才少年だった時代を思い出し。ちょっともう面白い。元天才少年ね。今日は二重奏に、すごいね、もう100人も見てくれてますよ。あ、皆さんこんばんは、ありがとうございます。あ、 TSYA さんこんばんは、いつもありがとうございます。マーコさんこんばんは。ノリレアギターチューンさん、石です。新兵器の音を聞きに、読めない、聞きに来ました。あ、これね、小林亮介さんのギターを最近手に入れて、あとでちょっと詳しくお話聞かせてください。すごい、100人超えて、よしよし、弾いとこう。ということで今日は二重奏にですね、浅野の夏の庭からフェアウェルをさようならを演奏したいと思います。Thank you.
何も言ってくれないんです。あ、そっかそっか。そうそうそう。ちょっとコメント見よう。コメント。今まだね、20秒ぐらいラグがあるんですよ。ああ、なるほど、ね。そうそう。そうなの。だから、まだみんなに届いてないんです。すごくね、120。すごいね。ハーモニクスポイント。意味なかったじゃん。意味なかった。あ、これ。あきらめてたしね。そう。あああってなったね。よくあるよね。まあね、本番の楽しみですよ。ということで、あ、今これでパチパチかな。パチパチパチ。ありがとうございます。こんばんはということです。ここら辺からかな。北海道松井さん、本当ですよね。今日めちゃくちゃ暑かったよね。今日何してた？外いた？今日は何してたかな。うん、朝レッスンして、うん、でも家でオンラインレッスンして、うんうん、昼ご飯に野菜炒めを食べて、で昼寝しようと思ったら、うん、2時間ぐらい寝てて、うん、急いで来ました。詳しく教えてくれるな。野菜炒めは自分で作ったの？そう、塩麹。ああ、塩麹を混ぜ、ま、そうそうそう、塩麹で味付けして元みたいなやつを入れるんだ。結構料理するんですか？そうですね、毎日。あ、素晴らしい。料理好きです。得意料理は何ですか？いやー、難しいけど、僕ね、チーズケーキで上手。チーズケーキを作るの？へ、うん、お菓子作り。いや、なんかコロナの時にパリにいて、うん、めちゃくちゃ暇で、うん、米粉パンとそうチョコレートケーキと、うん、もうとにかく楽しまなきゃみたいな。チーズケーキ作りをで、その時になんかそのコロナ禍でなんかお菓子屋さんがねレシピを公開してた、うん、なんかその皆さんどうぞ使ってくださいみたいな、うん、でそれで作ったらすごい美味しくてすごいハマってね作ってて、で近所の、人に配ったりして、フランスで。そうなんだ。みんなで食べようとか言って。あそこの家、あ、俺が来てくれたところ、それ10州だっけ？いや、ちょっと場所覚えてないな。それ何年だ？俺が留学、あ、2020だ。2020のね、2月ぐらい。パリ？うん。あ、じゃあそこだ。あ、ほんと？うんうん。あそこの家で。そう。焼いて。うん。寝るとこの下のキッチン。あ、そうそうそう。すっごいコンパクトな部屋。ロフトみたいになってるんだよね。そう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 。そっかそっか。そこでひたすら作ってたの。そう、そこでチーズケーキ作ってた。へー、すごい。なるほど。いや、今日は暑かったですねという話で、涼しくなる演奏ということでありがとうございます。ありがとうございます。パチパチいただいてます。888って書いてある、うん、これパチパチっていう意味かな、ね、多分ネットスラングだかな。としえかたまさん、フェアウェルのニュースを初めて聞きました。遠い昔の夏休みの終わりの寂しさを思い出しましたということで、ありがとうございます。フェアウェル、そうだよね、ソロの編曲、どっちがオリジナルなのかね、わかんないですけど、ソロバージョンもありますよね。どっちが先なんだろうねっていう。そうだよね。ただ夏の庭自体はその、1900年代、2000年2000年代わかんない、2000年代じゃないの、うん、2000年初頭ぐらいじゃないの、ね、うん、その映画のに、そのなんていうの、劇中音楽というか、うん、うん、それをアサド兄弟がね、たくさんそのいろんな場面に曲を書いているのが組曲みたいに、なっている曲の中からの選曲でございました。アピールしてアピール。すごい、140人も、すごいよ、もう
みんなが1000円ずつ払えば14万です。どういう計算なんそれ。減った。一人減ったよ。どう、ありがとうございます。あ、パチパチいただいてありがとうございます。美しきということで、いただいております。夏の庭好きですということで、他結構いっぱいあるよね曲ね、夏の庭のね。チーズケーキのレシピをって思い出した。いや僕最近見つけたの、書いてたのはね、レシピをね、それを最近発掘したんだけど、どこ行ったかな。あったら貼っときますわ。どこに貼っとくんだよ。ツイッターで。じゃあツイッター、そう、あ、今度ね貼っとく。うん、ね、それ何、自分でちょ、なんかその紹介じゃない、そのお菓子屋さんのレシピから、うん、自分で結構アレンジして、うん、いい感じになるように。なるほどなるほど。そうそう、そっちの、じゃあ、柑橘流のやつのレシピっていうこと。そう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 。そうそう、ということでございます。何喋ろうか。イデオロギー、イデオロギーが難しいね。その言葉がもう分からない。源助とはでもすごい、だからさ、そのまあまだ源助は中学生の頃からの付き合いだけど、いろいろなんかすごい思い出がたくさんあるんですけど、一緒にコブレンツとかもだってさ、よく来てたよね。そう、僕それ、高校生とかね、高2とか。そうそう、いや、まあ、よく来てたよねっていうのは、どういう意味かっていうと、関係くん、まあ、僕はまだもうあれかな、大学卒業するとしかそこら辺ぐらいの時だったんで、まあ、別に一人でね、その海外旅行行ったりとかみたいなこと、まあ、もちろんコブレンツは結構自分一人楽器背負ってね、向こうのフェスティバル行くとかって初めてだったんですけど、まあでも、まあ二十歳過ぎてるしさ、あれだけど、源助だって一人で来てたよな、あの時な。一人、ほぼほぼそうだよね。で、だって自分で全部さ、ちゃんと英語喋ってさ、ホテルで何やらとかさ、ね、ご飯食べに行ったり、レストランもなんだろ、何も考えてなかったから大丈夫だったんだ。そうなの。いや、すごい、いや、感心したよね、その年で。コブレンツとかね、今考えるとね、高校2年生とかで。偉いわ。そうだよな。なんか結構遊んだよね、だからあの時ね。あ、楽しかった。2年か3年ぐらい連続で行った？分かんないけど、ね、行った行った。コブレンツは楽しかったな。そうだよね。なんかそのギター全盛期っていうか全盛期。自分の中全盛期だろ、やっぱり。そう、なんかその、あるよな、当時 YouTube がさ、そうそうそう、出てきたところっていうか、あんまり今みたいにバーってこういろんな人の演奏が乗ってるわけじゃなかったから、そうそう、例えばマルシンの演奏とかさ、こう初めてちゃんと聞くわけで、留学してない人から、そうそうそう、何これみたいな、そうそうそう、そういうの で実際にコブレンツに行って生で演奏を聞いて、わーみたいな、ね、めっちゃテンション上がったよね。あれ上がった、あんだけ純粋に楽しかったっていうのは、確かに今考えると結構レアだな。そうだよね、だって YouTube で見てた人がなんかやっと見れたみたいなね、そんな感じだったからね。いや、懐かしいっすよ。ありがとうございます。これ来てる、まずちょっとこっちですね、スーパーチャットいただきました、ありがとうございます。国広西向さん、ありがとうございます。関係さん、はじめまして、小栗さん、茨城6件通ぶりです、ということで、ありがとうございました。先日は7月の、何日だったっけな、9日かな、茨城六元堂さん行ってまいりました。源助もコンサートやってたの今年か去年か。六元堂はね、2回やりました、去年と今年で。そうだね。そうでそのちょっと六元堂の時に今年、その日だけ花粉症みたいな症状が出てずっと鼻水が出ててこうやって弾いてるんだけど、こうずっと僕ここにこう入っていくの鼻水が来たね。でこうでやってもさ、静かなところとかでこう、できないから、もう垂らすしかないっていう。すごい名演だったと思う、あの状況であんだけ弾いたっていう。詰めたりしなかった。あ、そうで、その南里さん、
が、2部の前にお薬をくれて、うん、2部はもう良かったんだけど、あ治った、そう、あ良かった良かった。でもさ、あそこのコンサートって免許をさ、うん、聞かせてもらうみたいな、あるあるある、すっごいヒヤヒヤしてた、こうそうだね、そうハウザーとかでこう売り物の楽器だから、そうそうそれはそれはあれはすごかったな。う、うん、いや関木さんそうですよね。だって関木さんってごめん、いや源助、大阪の出身、出身は大阪、大阪ですね。そっかそっか。今では東京は何、いつからですか？2021年の、あ違う違う違う、日本に帰ってきたのが2021年の11月で、うん、東京は2022年の2月か3月。そっかそっか。じゃあちょうど1年ちょっとちょい、うんうん、どうすか東京って、つらい辛い、何がつらい辛いって受ける、なんだろうな、新宿とかね、渋谷とかこう出なきゃいけない時にやっぱつらいなと思う、人、人の多さと、あまあね、まあでもパリとかね一緒だけど、まあでもさすがに東京多いね。パリももちろん多いなって思うけど、うん、東京はその多いエリアが広いよね、じゃない、うんうんうん、パリはまあ行って多さはそんなに東京って変わんないけど、そうまあ言うて何か所って分かるじゃん。そうだけど結構東京はここもこんな混んでんのみたいなところでもあるもんね。とりあえず山手線圏内は全部混んでるしさ。そうそうそう、あパリって頑張ったら歩ける、大体。確かに東京はちょっと無理だから。そうだよね、そう辛い辛い辛いか。楽しいけど、いろんな人に会えて。そっかそっか。いやでもいいよね。辛いね。うん。でコメントを拝見していきます。朝ドみんな大好物ですよねということでね、いいよね。朝ド他なんか聞いたことある？ああれあの出てる出てるく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 る。カリオカ。カリオカ幻想曲ね。ファンタジアカリオカってあるよね。弾けないよ。ね、D マイナーだと思うわ。みたいな。あ、でも浅戸会ったことある僕。ああ、そっか。僕当時パリで住んでた時に、うん、近所のカフェにセルジオがいて、うん、あれって思って、あれは女性と、素敵な女性と2人でね、うん、テラスでカフェしてて、あ、セルジオだと思って。うん、分かった、もうセルジオだって思って行って、オダイルですかって聞いちゃった本当にもう緊張しすぎて、そうしたらそれ It's my brother って言われてははみたいなあ、そうですかって It's my brother を切るそれそうで本当だからね、本当にオダイルオダイルですよねボケに行ったの、そう、いや違う違う違う完全にセルジオだった、ねいや俺もだから俺昔さ、アントニーのフェスティバルっていうかコンクールで朝ドがあれ課題曲になった時があったじゃん、2017年とか16年かな、あったあったあった、うん、そうそう、その時にね、朝ドと直接お話できましたよ。うん、よかった、なんかよかったっすわ、嬉しかったっすわ、スターだからね、もうねえ、いやコンサートめちゃくちゃ良かったよ、だからあの時2人で弾いてたね、こういう感じね、あそうそうそう、もうギターのねこういう感じで、そうそうボダイルね、後半が特にね、政治はこういう感じねこれあれだよね、中学生の時によくやるあのスポーツ選手の真似みたいな、種田の真似こうまた開いて、俺ら野球部だからね、昔中日にいましたよねあ、中日だよ、横浜、あ、横浜だっけ、そうかそうか柑樹さんのチーズケーキのレシピを詳しくということで頑張ります。はい、ギター難しいですね、いやギターやればできるので頑張りましょう、チーズケーキライブで販売してください、はい炎ということでありがとうございます。こんばんは、秋田も暑いですよ。いやそうですね。あ、東子さんありがとうございます。秋田いいな。秋田涼しいね。そうでも今日あれだ、ニュースで北海道も30度超えてたって、ね。そうだよね。帯広とか北の方もね、普通普段はねこの時期涼しいんでしょうけど、うん、うん、
これかな、子供用が来てしまった、うん、なんだろう、天才少年健介さん早速いじってくれてるよ。あ、ありがとうございます天才少年っていいよね、過去の栄光みたいで過去の栄光の自分で言うからね天才少年だった頃ほんのちょっと前までお子ちゃまだったんですね、天才少年だからね、源助ちゃんのこと、源助ちゃん源助ちゃんでめっちゃいじってくるかきさん、ギターだけじゃなくお料理もお菓子もすごいですねということで、俺もでもお菓子は知らなかった。いや、お菓子作れる実は。本当、じゃあそれを販売するしかないわな。そう、でも最近あのリハじゃない、ライブでマフィン売ってたりして。あ、そうなの。そう、僕が作ったわけじゃないんだけど、それは、うん、その知り合いにすごい上手な子がいて、うん、あの物販しようと思ってマフィン売って、うん、そう40個ぐらいあったその時。あ、本当、うん、美味しいんだ。でもさ、結構さ、その音楽とその お茶菓子とかって、ね、結構相性いいから。そうそうそう、うん、だってモーツァルトとかもさ、こうレストランとかでっていうか、みんなご飯食べながら聴いてたりさ、うんうん、とかあるもんね。ジャズのライブハウスもそうだし、うん、だから自分で作ってチーズケーキ作ってて、 それはそれで販売しながら、それに合わせてアルディメオラやってんだって。あ、そうなの。自分の家に招いてアルディメオラがパスタ作って自分でギター弾いて最高だねそれやばいね、本日のパスタに本日の演奏を重ねる本日のシェフ一緒っていうね。へえー、そうなんだ、やりましょうそれ、うんうん、ぜひぜひできるね。あ、こんばんは、お邪魔しますということで、野沢さんありがとうございます、先日はありがとうございました。あ、禁じられた遊び練習してますということで、ありがとうございます、頑張ってください。カンキさんのフォゲール、ね、フォジェールっていう曲ですね。あ、フジェール、あの、あ、あれ、源助の曲ね。そう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 、うん、あれはもう楽譜で出てる、源義の、ね、7月号かなに載ってるはずです、ね、うん、うん、そっかそっかそっか。これね、聴いてくださいはい、頑張ってぜひねマスターできるように。あ、こんばんは、遅れてきましたということで、あ、まだまだ始まったばっかりだと思ったらもう30分経ってるね。あ、本当だそう、結構ね、そろそろ引かないだらだら。そうなんですよ。浅田はアクアレルが大好き、2楽章が綺麗ということで、本当ですよね、あれバルセアナかな、2楽章。和室いいですねということで、もう僕の配信はこの1年間和室ですよ。うん、ここね、畳がいい、畳がいいです、実家感があるでしょう、うん、ありがとうございます。父がギターうまかった、あ、ギターね、なさるご家族がいらっしゃるんでね、ぜひ頑張ってください。鎌倉の時のマフィン、そう、鎌倉のコンサートでマフィン売って、美味しかったですか、良かったです中にいろいろやばいものが入って、嘘だよ怖い怖い。京都では氷が降ったところがありまして、あ、今日かな、ああそうかね、気候が落ち着かないからね。いや、やばい、種田の流れを書いて、あ、すごい、上の都そうだそうだ、中日D ありがたいこれ何、マフィンにモヒート味があったの。あ、そう、ってことマフィンがモヒート味の、マフィン、モヒートってあのミントとか入ったあれだよね、カクテルの、それ、モヒートホワイトチョコレート味みたいな。すごい、ありがとうございます。そうだ、やっぱ中日にはいたんだ。あ、正しかった、ね、だから俺やっぱちょっとずれてるから、 そうね、その野球部時代が、僕が見た時は横浜だったそういうことだよ柑樹さんの CD ちょうど今日車でリピートしてましたということで、素晴らしい。楽しませてもらってます、表面板にヘッド当たりそうでドキドキします。これかな、あ、これだね別に今日ね、これ、あ、楽器の話を、うん、弾いとく、これが弾く、弾いあ、小林、弾いとくどっちでもいいよ、それ、どうしよう、どっち先、俺先弾くわソロね、じゃあ、どっちだろうね、じゃあ、うん、後でじゃあ弾く前に、うん、OK、 ギターの話をしながら今日ね、僕はこの楽器は、
佐久間悟さんですね、日本の、上田の制作家で、今年出来上がって、た楽器なんですけど、この前ね7月の7日に僕、YouTube の、登録者数1万人到達記念コンライブオンラインライブっていうのをやったんですけど、うん、その時に使った楽器ですね。ナイス。ハウザーモデルになるんですね。そのこのコメントをくれたのは佐久間さんだよ。あ、そうそうそう。だからドキドキしてるってこうぶつかんないからそれはそう。気をつけます。気をつけましょう。ではですね、僕のソロはですね、せっかくなので、柑樹くんが書いてくれた曲を演奏したいと思うんですけど、去年か、去年ですよね、去年の、夏ちょっと過ぎぐらいに、この曲をね、お願いしようと思ったきっかけは、うちの僕のね、ばあちゃんが亡くなったんですよ。で、そのタイミングで、僕めっちゃばあちゃん子だったんで、なんか寂しいから、源助ちょっと曲書いてよって言って、うんうん、で、ばあちゃんの家を送りつけたんだよね。それで、急にだから、あれ来てびっくりしたと思うけど、ごめんな。それで、お名前は末広がり。そうそうそう、スプレッドアウェイっていう曲なんですけど、そうそうそう。で、それで僕のばあちゃんのイメージで書いてくれみたいな急な無茶ぶりを、そう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 、お願いして、それで書いてもらった曲です。で、はいはい、ばあちゃんが8日生まれだったんですよね。8日生まれ、誕生日が8日で末広がりだよねみたいな、なんかそんな話をしてて、じゃあその末広がり、そのスプレッドアウェイっていう英語自体はあるのかはわからないけども、うんうん、イメージでしょ、そのスプレッド、うんうん、広がっていってなくなっていくとか、アウェイしていくような、循環してね、あとでね、っていう思いを込めて書いてくれた曲を演奏したいと思います。うん、大丈夫、このままいけるの、うん、そっちでいい。すごいね、面白いね、自分でやってるの。そうそう、自動でフォーカス合わせてくれるんですよ。頑張れ、頑張るよ。Thank you.
すごい嬉しいよね。あ、そうなんだ。人が弾いてくれてるっていうのは。そっかそっか。なんか、うん、あんまり自分では考えつかないような弾き方になったりするから。なるほどなるほど。だから正直そのすごい上手い人とかじゃない方が面白い。ああ、個性っていうか。そうそうそう。楽譜から何を読み取るかが。そう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 。なるほどね。同じような言語感覚じゃない人の方が面白いっていうか。あー、そういうのもあるんだ。うん、結構僕は好きだな。そのあたりちょっと後でまた聞かせてね。楽器のちょっと説明とお願いします。これは小林亮介さんというあの制作家のギターなんですけども、何月だったかな、まあでもほんと去年ぐらいからもうずっと僕が気に入っちゃって、この小林亮介さんっていう人のてかもうギターというか人にあの惚れてしまって、で一緒に何かできたらなと思って、で工房に通い詰めて、でいろいろお話をして、で僕のスタイルと小林さんの、クラフトマンシップっていうかの、まあ汗と涙の結晶みたいなギターなんですけども、できたのが6月のうん、後半で、まだ1ヶ月経ってないぐらいなんですけど、もう届いた瞬間からすごいよく音の鳴るギターでめちゃくちゃ気に入ってます。あと見た目もね、すごいかっこいいんですよね。で、ちなみにこれピックアップがついてて、こうここに穴とかが開いてて、ここから入れてあの電気も通せるっていうことで、いろんなスタイルに対応できる。生でももちろん十分、今日は生で弾いてますけど、すごい素晴らしいギターなんですけど、まあもし質問とかあったら後であの読みますんで。僕は「イパネマの娘」という曲を弾きたいと思います。じゃあちょっと弾いてみようかな。
楽譜は書いてやるんですか、これは。楽譜は9月、うん、現代ギターの9月号に載ります。あ、9月号、あ、次の次。そう、なるほど。はーい。いやアレンジ、まあそうですよね、ちょっとその源助くんの紹介をしたいと思うんですけど、うん、あの紹介というかね、ジャズギターの勉強もなさってたんですよね。フランスででも副科で取ってた感じ。でもそう、もともとだからそれこそコブレンツにさ一緒に行ってた時とかさ、うん、高校生の時とかにもずっとジャズのそのお話とかをしてたと思うんですけど、もともとそのやってたんですか、もう小さい時から。いやでも本当に遊びっていうか、うん、なるほど。で、うん、そんな真剣に勉強したことはなかったですね、うんうん、で、まあでもじゃあ基本はクラシックギターのレッスンとかは、そう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 、うん、ずっとそう、うん、なるほどね。で、じゃあそれで大学、うん、留学してからなの、そうすると、うん、ジャズのそういう本格的な勉強というか、まあでも実際そんな本格的に勉強自分したっていうか、うんうん、あのそれこそアレンジとか編曲とかしながら覚えていったっていう感じが多いかな。なるほどね、そっかそっか。じゃあアレンジするときには、うん、そのまあね、作曲もあのアレンジもどっちもなさると思うんですけど、なんかどういう風な、なんて言うんだろう、 手順じゃないけど、なんかどういう風な感じでこういうかっこいいアレンジを作っていけるのかなっていうのがすごい興味があるんですけど、まあ、結構そうだな、これいろいろ、まあ本当にアイディアはいろんなところから取ってくるっていうか、うん、そのいろんな曲スタイルとかジャンルっていうのをいろんなものを聞いて、だから別にクラシックギターとかそのギターじゃないものから取ってくることが結構多いかな。例えばどういう、だこのアレンジとかもどう、なんていうのかな、こういうベースラインとかで考えていくかも。ベースラインはこういう感じでメロディーがあって、 あとだからリズムパターンとか、うん、そういうものはドラム とかを考えたり、まあ、こういうあのなんていうのかな、テンポのある曲っていうかだったらそうだし、うん、あとはそのいろんな編成、うん、だからピアノで弾いてるものをギターで弾いたらどうなるかなとか、あそうサックスでこれメロディー弾いてるけどギターだったらどういう風に表現したらいいかなと か、うん、なんかそういう風なことをまずアイデアとして考えて、うん、その後で、まあ、ギターだったらどうなるかっていうの、そこは結構テクニカルな部分とか、うんうんうん、それはそう、あの勉強しないと分かんないことだったり、うん、ギターの可能性というか、うん、じゃあ調弦 どのキーがいいかなとか、あそうだよ、そうそう、うーん、別あ結構ギターじゃないところから取ってくるっていうのはコツコツ。なるほど。弾きながら書く、それとも書いてからできるかなって。前はもう完全に弾いてたけど、うん、弾かない、できるだけ弾かないようにはして。ああそうなんだ、難しいけど。じゃあ理想の音符をまず書いて、そうそうそう、ギターだとなんかそう手癖とかそうそうそうもあったりとかする。だけどそれが素敵な部分もあって、多分同じコードでもなんか これでもさ、いっぱいあるじゃんね、ギターって、うん、でもで、僕が結構好きなのはこうやってギターの開放弦を使うことで、こういう歪みが生まれてくるんだけど、それを上手に使うっていうのはすごい好き、うん、なるほどね。ピアノだと結構ぶつかるんだけど、うん、ポンセとかもさ、うん、これあるじゃん、なんだっけ、主題変奏終局の一番最後かな、これ E メジャー7っていうコードさ、うん、本当はこういうコードなのに、うん、でこれピアノでやったら結構だいぶ気持ち悪いと思うよ。あこれがそうか、あ、あとビラロボスもさ、なんだっけ、ベラロボスと
パッと出てこないけど結構いっぱい出てくんだよねこういう、あでこれ学理的に言うと良くないんだけど、うん、ギターだから許されてるっていうのが結構いっぱいあって、うん、それはすごいギターの好きなところ、うんうん、そうか良くなるよねそういういや源助の、ね、今話聞いて思ったのはなんていうかな僕もだから、まあ、今日これこの後に弾くねアレンジとかも弾かせてもらったりとかするんですけどすごい手に馴染むんだよねまず例えば今のスプレッドアウェイとかも、うん転調するじゃん途中でそう最初はまあ A メジャー的な、ね、感じあフィスモルか、うん、的な感じでいくけど、これ次そうフラット4つになるから最後は最後はだから F F あそうそうそうそれでもエロボイ A フラットメジャーっていう感じ、うん、まあ G シャープメジャー A フラットメジャーだなうん、うん、っていう感じにだから A フラットメジャーとかでフラット4つでギター弾って弾くって結構厳しい調じゃないですかなのに手に馴染むんだよねだからそれがすごいなと思って、うん、それはだから最終調整みたいな感じでじゃあ弾けるようになるほどなるほど、うん、じゃあそこは最後ギター弾きながらチェックはするんだけどっていうことなんだそうそうそうギターにとらわれてしまうと結構同じような感じになっちゃうっていうか、うんうんうん、あんまり言うとよくないけどいろんな作曲家で結構言ってまあまあねそれはねそう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 てかまあそのそれが色だけど、うんまた一緒だわみたいな人はいっぱいいてだからそうなりがちだからそうじゃないようにしたいなといううーんなるほどねそっかそっかいやだからこういろいろなんかいや源助のそのね曲を弾いてる確かに開放弦を活用じゃないな活用か、うん、なんかうまいことそのテンションがいい開放弦のところに響きがあるなみたいなのがね結構あるんですごいそう開放弦って魅力的だからなるほどあコメントを読みましょうかあたくさんパチパチいただいてどこら辺からかな結構前になっちゃったないやこれは読んだよここら辺読んだよね、あここら辺だ、うん、あここかあまずここかなここら辺かな二人ともギターは何本ぐらい持ってるんですかかなうんギター僕は8本ぐらい持ってるマジエレキギターそっちだよねうんでもクラシックギターは3本、うん、俺もでもそんなもんじゃない3本まあ、うん、4本うんまあいろいろ使い方があるから、まあ、4本5本とかでもいいからね、うん、ギターなんてそうそうね何本あってもいいから、ね、何本あってもいいから、ね、ばあちゃんこかわいい優しいですねっていういやいやかわいいねねアピールしとかないとかわいいアピール、こんばんはいきなり家の動画が届いたらびっくりしますねとか失礼しましたその説はかわいいおばあちゃんですよいやいやいやでもなあの家は俺が撮ったそうそうそう、ね、一眼レフを当時だからカメラを趣味にしようって一眼レフを買ってでばあちゃんとこ来て撮った写真が家になったっていう素敵なストーリーだけどねそうですねそうそうそう懐かしいね穏やかな曲ですねということでありがとうございますスプレッドアウェイの楽譜販売はありませんか切なくて素敵な曲確かにこれ楽譜出してもいい、うん、まず楽譜がないんだよね変えたから今そう僕も昔の版を見ながら弾いててだからそこからも変わってるから正式な僕が今弾いたバージョンはないんだよねそれを取ってそうそうそう楽譜にするっていうのはあると思うあるかなぜひぜひ やりたいと思います、まあでもうん、僕のバージョンであれば別に僕も音符動かすだけならできますから、うんうんうんあこんばんはということであ太一長沼さんお久しぶりですありがとうございます、パチパチいただいております素敵な曲と演奏ということでとても素敵な音色ですねパチパチということでこんばんは樋口ですロックエンドのコンサート楽しかったですありがとうございました樋口さん換気さんの作られた曲素敵ということで、先日はありがとうございました打ち上げも一緒だった楽しかったローカルだな、NGF 以来ですね僕らがあれかな、うん一緒なのかな、素敵ですあ新人448さんいつもありがとうございますいい曲ですねということでスーパーチャットいただきましたありがとうございます
だし、いい曲で演奏ということで、ありがとうございます。おばあちゃんを忍んで作られた曲だったんですねということでね、そうなんですね。イパネマの娘ですか、ギター制作者さんのお名前とギターの特徴の話嬉しい。こういう話 ね、うん、ね、小林さんのギターでは弦は何を使ってますか、弦の相性などありますかというベータの質問。これはノブロック、うん、ああはいはいはい、今試してて、この1年とか2年ぐらいだよね。そうそう、うん、試してて、どっち、あのカーボン、3弦だけカーボン、サーボン、3弦カーボン、あ、これ4、5、6もカーボンかな、4、5、6、3がカーボン、うん、1、2弦はナイロンの、なるほどなるほど、真っ白なやつだった気がする、うん、パッケージそう、うん、結構いい、いいよね、やっぱ間近で聴いてるとすごい、ダリが ね、しっかりしてる、しっかりしてる、うん、太くて、うん、なんかこう、いい感じ、よっしゃって、うん、そうだよね、テンション上がる、そうかっこいいアレンジですね。ありがとう。なんか泣ける、いいですね。パチパチは良き。パチ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 。柔らかなボサノバいいです。パチ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 。ああ、みんなパチパチ。優しい。スーパーチャットいただきました。ヨーMさん、こんなにいい曲だったとは。おめでとうございます。いい曲なんですよね。いい曲だよね。そもそもやっぱ結局そのみんなが名前知ってる曲っていい曲なんですよね、うんうんうん、当たり前だけど、それでもうこうスタンダード化しすぎて、なんかもうカフェとかで聴きすぎて、だけどそういうの再発掘したい、再発掘って言うとおこがましいけど、うんうん、恥ずかしい時あるじゃんね、ちょっと弾くのがあの名曲すぎて、あーなるほどね、怖いし、うんうんうん、そういうのをもう一回こうやっていきたいなと思って、うんうん、なるほど、ね、結構アレンジはその源助はいろいろな曲があるんですか、源助ある、まあ世に出てないのも含め、まああるんじゃないですか、工場の月とかありましたよ。おー、それは あのあれ、頼まれてやったりとか、うん、そう、まあ自分でやるのは自分の好きな曲ばっかりが多いかな、うん、日本の曲も結構ある、あるコンサートとかではやったりする、やったりする、うーん、そうなんだ、別にジャズじゃなくて、うんうん、あ、いわゆる例えばじゃあアレンジだけど、うん、ジャズテイストじゃないものもある。あー、あると思う。あるある。だからバッハとか、うん、例えばそのデュオ用にアレンジしたりとか。そっかそっか。あ、そういう。トランスクライブ的なこともした。うん。うん、時間があったらなんかちょっとやりたいのがいっぱいある。うん、あー、ラベルとか。ラベルの例えば。僕あれが好き。あの四重奏、弦楽四重奏をなんかギターで弾きたいなとか。カプースチンとかもやってみたいし。あドビュッシーとかね、そういうのやってみたいっていうのはあります、うん、結構じゃあでも和製的にはそっちの方がなんかやっぱ音楽の好みは、うん、そうだね、そっちなんだ。メンデルスゾーンとかも好きだけど、うん、そう、でも他になると結構、でも結構アレンジ始めたきっかけはモーツァルトの曲なんかアレンジしたの。あー、そうなんだ。最初で何の曲だったの、忘れたんだよね、うん、なんか歌曲でなんかで弾かなきゃいけなくて、うんうんうん、やってみたら、あ、意外とアレンジってできるんだと思って、そういうのもやってみたいですね。へー、面白い。そうなんだね、すごいな。T シャツいいですね。これ僕が作りました。そうなん、そう、自分で描いた絵。へー、すごい。で、アグッドマフィンはこれだから、マフィンを売るために作った、うん、あ、その時のすごいな。じゃあ今日それをアピール。そうそう、これだから今ね、欲しい人いたらもう一回再なんていうの、再販じゃなくて、うんうん、作る作って売ってもいいかなと思ってる。いいね、かっこいい、うん、こう原子が描いたんでしょ。そう、あ、描いたの。結構絵も描くの。絵も描く、いろいろだって描いてるよね。暇なのよそんなわけはない、そんなことはないよいや結構でも暇じゃない、ギタリストって。まあまあね、1日で労働時間で言うとさ、わかんない、練習とかはあるけど、うん、でも自由だから。まあもちろん、そう、そういう意味では暇だから。練習時間っていうね、その、うん、まあ曖昧な枠があるから、そうそうそう、それを別に全部趣味に使えば時間はあるからな。そう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 、そういうことだよね。暇なんですよね実は。暇じゃない。近年はクラシックとジャズ両方やってる方が多いですよね。アントワン・ゴワイエね、うん、すげえよな。そうですよね、めっちゃいいよね。小林ギターの表面はシダーでしょうか。これは引っ掛けですね。
松なんですよ。そうなんスプルースなの。この色のスプルース。そうだね、少し渋い色っていうか。そうそうそう。素敵でしょう。結構じゃあその年数とかはあれなのかな。立ってるだと思う。ちゃんと時間経ってる材を使ってくれてる。そうなんだね。すごいな。こんばんは、遅刻しましたということで、いや大丈夫です。ありがとうございます。ひろいさん、ありがとうございます。かんきさんのアレンジされたピアノレッスンの楽譜掲載予定という販売はありますか？これはね、頼まれてアレンジしたやつで、うんうん、なんで、まず頼んでくれた人に聞いてみてどうかですね。ああ、そっかそっか。なるほどね。そういう感じ。うんうん、でも、うん。弾きたい人がね、結構いるみたいなんで。うん。考えます。素敵なアレンジだよね。出たこいつ。出たわ。こいつこいつって言った。こいつ放送禁止用語。源助さんの放送禁止用語を今日も楽しみにしてます。谷川平成さん。こいつ本当楽しい。放送禁止用語。平成さん2月にも2月にここに来てくれましたよ。放送禁止用語、あの人は言わなかったよね。自分は言わないんだね。あ、そうそうそう。そういうなんかヤンキーっているよね。ヤンキー。お前行けよみたいな。ヤンキーって。いやいや。めちゃくちゃにいじりますよ。いやいやいや。エーセ、今週末一緒に、また後で話するんですけど。あ、そっかそっかそっか。エーセさんよろしくお願いします。今週末はお世話になります。まあそんな感じでもう10時なんですよ。あー、結構、すごいよ。170近い。いや、本当に。あ、すごい。人すごいね。すごいんですよ。皆さん優しいんですよ。小暮先生、本当に。いやもう本当に源助くんのね来てくれたからね。こんな172。これ全員コンサートね来たらすごいな。コンサートだったら170人いったらね。ね。ぼちぼちな箱が。そうそう。クラシックギターとちょうどいいぐらいだね。いい、ね、うん。そうですよ。みんなね。みんな優しいんです。優しいですね。うん。なんかでも。あれですか、なんか喋りたいこととかある？源助さん多彩、そう、今後がすごく楽しみです、期待してます、ありがとうございます。ピアノレッスンのアレンジ素敵ですよね。現代ギター誌の掲載している楽曲の CD をリリースして、うん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 、ああそういうのもありますよね。確かに話がね来たらね、またいや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 、ここで呼びかけるんかい。どうすかみたいな。届くかもしれない。いつでも待ってますみたいな。でも何曲ぐらいも出した？なんか3月は3、4、5、6、7、8なんで6曲出てて、すごいな。大変よあれ。じゃあやっぱりなんで一月でやるわけだよね。そうだよ、締め切りがあるんですよね。毎日ヒーヒー言って。暇じゃないじゃん。暇なんですとか言ってさ。いやだから暇なんだと思って楽しんでるとそういうのがこうつけて回ってくるわけ。そういうことあるあるなやつだ。まだですかみたいな。いつも申し訳ございません。いやみんなでも楽しみにしてますからね、現代ギターのね。そのね、頑張ろうね。コラムがやっぱ大変だね。コラム、うん、あ、その曲に合わせた、そう、そうあれだよね。同じこと書いてるわまたみたいになってるね。あ、まあでもね、毎月やってたらね、それ似ちゃうよな。うん、ああ、時事問題とか書こうかな。違う。時事ネタとか。違うコラムになる。そうそうそう。ぜひぜひ皆さん現代ギター読んでいただければ嬉しいです。秋に西日本でコンサートしていただけたら。行きますよ西日本。だ夏めちゃくちゃ行きます。うん、コンサートしてぜひよろしくお願いしますということで。せっかくだから話しとく。今宣伝しちゃう。そうだね。そうだよね。あ、ね、そのソロツアーがありまして、8月の25、7、8ね、うん、長野の松本と、どこだっけ、名古屋だ、名古屋のあるこそ、青島屋さんっていうね、あのカフェがあって、そこで、で、28が京都の六時庵だっけな、うん、っていうカフェで、ソロツアーで、で、そのソロツアー、詳細まだ出てないんですけど、ちょっとレパートリーとかを新しい、一新して、新しい感じで、ちょっと、バリッと回りたいと思っています。
で、その前にも割と大阪方面あってですね、8月は 3,4 回関西方面行きますんで、頑張ってホームページとか更新しますので見てみてくださいそうすごいな。結構でもコンサートは、じゃあコンサートというかライブも多いよね、そのなんていうの、うん、あのセッションというか、そうそうね、そうライブが多いかもしれない。うん、ああいう時は何、クラシックギターも弾くしエレキとかも弾いたりする、うん、弾いたり何でも弾きます。そういう時はあれなんですか、どういう風な、なんかそのセッションとかってどうやって準備していくんですか。準備しないよね、だから曲譜面を持ってきて誰かが、うん、あ、まあ、まあちゃんとする時もあるけど、うん、あの譜面があってそれを見てリハでパッてやってすぐ本番みたいな。じゃあいわゆるその即興演奏とかインプロ、そうインプロビゼーションが基本的に僕を占めている。うん、すごいな、なんかそういうのいいですよね、すごいですよねいや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 笑われたいやいや現代ギターの演奏いつも楽しみにしますって言って、ありがとうございます。弾いとく、はい、弾いたら終わっちゃうんだけどね、うん、弾きましょう。ちょっとじゃあ説明というか、ハウルの動く城ね、メインテーマ人生のメリーゴーランド、これはだいぶ前、3年前ぐらいに編曲したやつで、久しぶりになんかないのってことで出してきたやつ。人がいる限り、もうフリースタイルですよ質問とかあったら書いといてくださいね。よし、頑張りましょう。はい、thank you.
いいっすね。いい感じでしたね。いい感じです。すげえ。アドリブしてるとき何考えてるんですか？何も考えてない。何も考えてないの。暇だなって思ってる。暇だなって思えたら一番いいかもね。でも それぐらいの感じが多分一番いい。無の境地みたいな。だってなんか結構演奏してるときに何も考えてないときの方がいいときあるよね。ああ、たまにあるね。ちょっと俯瞰してるっていうかも、うん、そうそうそう、うん、こう世話しないときは良くない。一生懸命頑張っちゃってる感じじゃなくて、なんかこうスッと自分の音楽をちょっと違うとこから聴けるときっていうのは本当にたまにあるね。いい、なんか気持ちいい時あるよね。うん、そうだね。調子がなんかめちゃくちゃいい時みたいな。そうそうそう、ある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 。3回ぐらいあるよ人生で。うん、でも本当でも数えるぐらいだよね。でも、うん、そうですよね。パチパチということでありがとうございます。パチパチいただきました。鳥肌立ちました。アレンジで曲の印象がかなり違う。キャッキャッ楽しいということで、パチパチいただいております。ありがとうございます。パチ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 、皆さんありがとうございます。いや本当にいいアレンジありがとうございます。素晴らしい。これは楽譜は出てるの？これはどっかで買えるはず、うん、どっかで買える、ネット上にあるはず、うん、そっかそっか。ぜひぜひ皆さん検索かけて、うんうん、挑戦してみてください。これ辺から、パチパチ、柑樹さんの暴走アドリブ好きです。何何？暴走アドリブ。いやー、さすがですよ。スーパーチャットいただきました。ヨー M さん、ありがとうございます。ラーメン食べましょう。ただただ美しい、胸が熱くなります、ね。ありがとうございます。すごい。パチパチめちゃかっこいいです。あ、ナンシーちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、バンブー JP さんいつもありがとうございます。かっこいい、ありがとうございます。ということでスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ラーメン2杯食べます。ラーメン2杯食べましょう。キキ林さん、その調子ということでスーパーステッカーいただきました。ありがとうございます。そうだ、今後のそっか、あれですよね。コンサートの予定とか。今とこはこの前さっきのやつ8月からスケジュールを発表しようかな。あ、スケジュールをいろいろ詳しく教えてくれるんだね今日は。そう、僕のスケジュールを発表しましょうか。ですねライブとかね、ぜひ。まず8月、あ、7月ね、7月30日、シンガーの宮田智子さんという方がいるんですけど、7月31日、はい、うん、その人の、ライブ、前の CD のリリースパーティーっていうのがあって、僕も出ます。で、31日はピアニストの颯太くんという男の子と日吉でライブがあります。で、5日から、8月の5日から13日まで、あの岩川ひかるさんってケーナの人とツアーで、はいはい、回ります。そうなんですね。全国、ツアーは水戸、大阪、神戸、広島、岡山、すごい、大阪、あ、違うわ、四日市だ、四日市名古屋で終わりです。すごい、そういう感じ。あ、そうで、8月、そうね、8月のさっきのちょっともう一回、そうだね、ソロツアーが25、27、28なんですけど、25、27、28、これは詳細近日中にまた SNS などでも出しますので見ていただけると幸いです。そんな感じですね。 OK、 はーい。じゃあ僕の方も軽く宣伝させてください。まずですね、今週末、さっき衛星さんからの、コメントありましたけれども、ロケポンというですね、活動を最近しておりまして、これは若い人向け、今回は、小学生から中学生までの、子たち向けに無料でギターを弾いてもらおうというイベントを有志のギタリストでやっております。今回参加されるのが、先ほどなんていうかギタリストの谷川英生さんと、そして大坪純平さんで、今回制作家、ギター制作家の方もいらっしゃいましてですね、栗山大輔さんと、
そして今回のこのりょうちゃん、かんきくんのギターを作っていらっしゃる、小林りょうちゃんりょうすけさんがりょうちゃん、来てくれて、たあの無料でですね、開放して開放というか、まあ、予約制なんですが来ていただければギターを弾いてもらって聴いてもらってそしてギターの制作のお話も聞けて、っていうねイベントをやろうと思っています。まだね枠が空いてるみたいなの でここに埼玉県の子たちを優先するっていう埼玉市の方かなを優先するっていうことで書いてあるんですけれども、もうちょっと多分空きがあるかもしれないのでここに関わらずですねもしご興味がある方は、ご連絡をですねいただければ、参加できるかもしれませんのでぜひ、声掛けいただければ嬉しいです。それが今週の7月の29日ですね。そしてですねちょっと僕毎年、リサイタルを、コロナ前はね1年に1回ぐらいは自主企画でやろうということで、やっていたんですが、まあ、コロナがあって今年久しぶりに再開しようということでですね自分の、まあ自主企画でリサイタルをしようと思っています。今年の9月の2日土曜日なんですけれども、ブエノスアイレスの指揮を弾くということでですね今回は副題をつけました。いいね。こちらの今概要欄にですね、URL を貼り付けてありますのでそこから詳細見れます。そして、そちらに URL を、押していただくとチケットの事前生産もできるようになってございますのでぜひですね、そちらから問い合わせといいますか、ご連絡をいただければと思います。面白いね。今回はねそうプログラムが、まあ、バッハは弾くんですけどバッハと、バッハもこれあれでしょ変則調あ、うん、これはねこれは違うんだ。これは普通の、まあ、カポつけてやるんだけど、はいはい、で、他の曲が全部変則調弦っていうね、だから楽器が1台だと調弦間に合わないから2台使うんだけど、で、ドメニコーニのコユンババ最近なんかあんまね弾く人少ない気がするんだけど身の回りはねめちゃくちゃ流行ってたよね。もうそうですよみんな、ね、サンバーストとかそう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 コユンババそうそうそう黄金時代なんだってあれ黄金時代クラシックギター黄金時代いやいやいやまだまだこれからですよ。あ、これからこれからですから、そういうのを弾いたりですね。あとそうもうヨークのムーンタン弾くからヨークですあとそうそうさっきの一緒に今週末一緒にねイベントやる大坪純平さんギタリストの方なんですけど作曲もなさってで僕のために曲を書いてくれまして神楽歌というねめっちゃかっこいい、これも変則調弦の曲で、ぜひ皆さんいらしていただけたら嬉しいです。杉並公会堂です。荻窪いい、ね、うんいいとこだ。はい、ぜひぜひいらしてください。頑張ります。そして、あとはですねあそっかね、明後日ねちょっとインスタライブを、やらせていただくんですけれども新しいプロジェクトでねこれ2025年の話になるんですけど制作家の、関場さんって方がいらっしゃいましてその方の、なんて言えばいいのかな、その方が来年ね、今年からかな、ギター制作を習いにねフランスに行かれるんですよ。で有名なジャンピル・マゼっていう楽器作りの方がいらっしゃるじゃないですか。そこに弟子入りをなさってで、1年間向こうで研鑽を積んでそして、2025年の、4月からかなの時期で、3月4月かなの時期で、コンサートシリーズをここに、チラシに出ていらっしゃるギタリストの皆さんでその制作の、ね、研修の成果というかね、そういうのを発表したいということで、で、それのプロジェクトのクラウドファンディングをね募るということでそれが開始があさってからなんですよ。7月28日からなんですけども、7月28日の夜9時から、
その関場さんですね、あのインスタのアカウントにて、インスタライブ僕もゲストで、はい、出させていただくことになってます、プロジェクトの詳細とかですね、なんか制作に関することとかこれからの思いとかをぜひ語ってもらえると思いますので、ぜひ皆さんで応援していただけると嬉しいです。本当豪華メンバーですよね、うん、僕も混ぜていただいて、ステファニーちゃん、そうステファニー・ジョーンズ、僕も YouTube でステファニー・ジョーンズいますかって、これいますいますステファニー・ジョーンズはいますそれいますいます実在するみたいな AI じゃないですということです、ぜひぜひ皆さん応援お願いいたします。そしてちょっと先なんですけど、今年の11月ですね、静岡 AOI 静岡駅新幹線の、ね、静岡駅の駅前にある、ホールなんですが、こちらで、ボッケリーニのギター50奏を、その静岡 AOI のレジデンスカルテットさんとですね共演させていただくことになっております。11月11日東京から少し遠いかもしれないですが、まあ、新幹線ならねすぐ、駅前ですので、ぜひ多くの方に来ていただければと思います。ぜひぜひ皆さんお越しください。詳細はこちらも概要欄に、URL 載っけておきましたので、ぜひ皆さん今後とも応援をいただけましたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、宣伝の時間は終わりましたけど、ゲンスケの CD とかはさまだ売ってんの？あれはもう在庫はあんまないんで、ああそうか、でもわかんない、言ってもらったらなんとかなるかもしれない。あ、源助のそうホームページもね、概要欄に、はい、お願いします。全く更新しないんで頑張りますね、うん、そう、そっちから連絡をしてね、いただければ。そうだね、でも新しいアルバムを今年中に撮ろうかな。あ、そうなんだ。そう、曲目とかも、まあまあ言わなくていいんだけど決まってる。いや、もう全ソロじゃないかな。あ、多分そうなんだ。ソロも入るけど、うん、もうギター、うん、っていうのはテーマにあって、あとはまあ自分の曲とか。そうかそうか、なるほど、それはすごい楽しみです。ぜひまたそれが発表されたら、うん、ここにも遊びに来てください。ぜひプロモーションライブやりましょう。やりましょうありがとうございます。ぜひぜひ、いえいえ、ということでですね、もう10時半になっちゃったんで、なんか言い残したことがなければアンコールしようか。本当？いいよ、弾いてくれるの、うん、マジ？あ、ありがとうございます、それはすごい。じゃあお任せしていいですか。じゃあオーバーザレインボーって曲を弾いてお別れになります自分で言って自分で笑ってるんじゃん終わったらラーメンを食べたいと思います。食べよう食べよう。よし、thank you.
敵です。ありがとうございます。いや、俺も知らなかったアンコールを用意しててくれてありがとうございます。弾けそうだったから、ありがとうございます。ということで、じゃ最後コメントを拝見しておしまいに、うん、しましょう。ここら辺からかな。あ、TK さん、スーパー、チャットいただいております。素敵、聞けてよかったです、ということでありがとうございます。嬉しいです。ザギリさん、出遅れました、出遅れまくりました、今から聞きます。アーカイブね、残しておくんでいつでも聞いてください。宮田智子さんとのデュオ素敵でしたね、やっと北鎌倉、さっきの、ね、その時やったんですよ。ステファニー・ジョーンズはいま す11月11日静岡へは行きますということで、ありがとうございます。お会いできるのを楽しみにします。は静岡行きたいということで、ぜひ東京からでも、ね、行けるので、ぜひいらしてください。待ってます。トール宮崎さん、頑張ってという、頑張ります、スーパーステッカーいただきました、ありがとうございます。嬉しいです。11月行きたいということで、アンコールやったということで、パチパチ、ありがとうございます。お二人とも SNS にも日程アップお願いしますということで、 SNS、 そうだね、 Facebook とか Twitter とかでも、ぜひ見ていただければ嬉しいです。あ、東郷佐々木さん、ありがとうございます。スーパーチャットいただきました。少しだけのビール代です。素敵な夜ありがとうございました。なんて粋なことを、ラーメンにビールがつけられるよ。飲みましょう。飲みましょう。ありがとうございます。パチパチいただいております。皆さんありがとうございます。うっとり楽しいお話もありがとうございましたということで、本当にありがとうございます。素敵です、ということで、パチ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 ということで、皆さんどうもありがとうございます。めっちゃ皆さん優しいでしょ。本当ありがたいんですよ。ということでですね、チャンネルですね。いやー、もう本当に今日はお邪魔しました。いただいて、いやー楽しかったですよ。またいつでも待ってますんで、いつでも、はい、ください。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ締めに入るよ。いいですか。なんかあるんですか。いや別に止める。いや特にないけど。テーマソングみたいな。テーマソングなんか。BGM 混ぜて。ということでですね、第23回の気ままにクラシックギターライブはですね、柑樹源助さんにお越しいただきました。源助くん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからの源助くんの活動にも注目して、まあいつも注目していますので、これからもまたどこかでお会いすると思いますけども、楽しくやりましょう。楽しくやりましょう。ということで、皆さん、平日のど真ん中にもかかわらずですね、多くの方に見ていただいてどうもありがとうございました。また来月はですね、まだ決まってないんですけど、まあやりますので、8月も、はい、ぜひ見てください。ありがとうございます。お楽しみにしていただければと思います。じゃあ終わりなんで、カメラに向かってさよならで、はい、じゃあせーの、ありがとうございました。さよなら。